大阪府貝塚市の貝塚駅から水間観音駅までを結ぶ水間鉄道の鉄道路線。水間地への山経鉄道として建設された。沿線開発も進み、貝塚市内の通勤・通学路線となっている。終点の水間観音駅の駅舎は1926年の全通以来のもので、1998年に国の登録有形文化財に登録されている。 2007年にはピタパ導入を視野にすると関西協議会に加盟した。そのピタパ導入は2009年6月1日のダイヤ改正から行われた。水間線は2013年3月23日から開始された交通系 IC カード全国相互利用の対象になっている。貝塚駅、水間の駅間で1時間あたり基本的に2本、朝と、 平日夕方は3本運転されている。途中駅で折り返す列車はない。列車交換は途中駅で唯一の交換可能駅である名古屋駅で行われる。2009年6月1日よりピタパ導入と同時に朝夕ラッシュ時間帯を含む全列車がワンマン運転となった。かつて朝夕のラッシュ時以外の時間帯の列車だけをワンマン化したこともあったが、 その際、主な利用客である高齢車層がワンマン運転のシステムに馴染めなかったため、ピタパが導入されるまで早朝深夜以外の時間帯は、再び車掌を乗務させていた。2020年11月30日のダイヤ改正までは1時間あたり基本的に3本運転されていた。車両は南海電気鉄道の中古車両を使用していたが、1990年に、 河川電圧を600ボルトから1500ボルトに昇圧し、全車両を元東急7000系電車の7000系に置き換えた。2006年から7000系は順次、更新改造され1000型に改版された。1000型は2両編成4本の計8両を所有している。地域の住民や学生の足であるだけでなく、途中の石祭駅近辺には自動車教習所があり、 そこに通う人々が多く利用する。さらに正月には、水間観音への参拝客で賑わう。水間線の輸送実績を過表に記す。輸送量は減少している。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。 鉄道統計年報より抜水水幹線の営業成績を過表に記す。旅客運賃収入が増加した時期もあったが最近では減少している。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報より、 抜粋年度別実績清支持駅から分岐し、泉佐野市南部の犬鳴き山を経て、和歌山県長郡小川町まで延長する計画があった。1927年、当時は水間駅の少し手前から小川まで、犬鳴き電気鉄道と小川電気鉄道によって申請されたが、小川電気鉄道は却下。 犬鳴き電気鉄道は1928年1月21日に免許されたが、期限内に工事志向の認可申請がされず1930年10月24日に免許が失効した。その後、水間鉄道が1950年12月23日に水間小川間の鉄道不設免許を取得。資金調達のため1953年に、 木泉鉄道という別会社を設立し、同年に起点を新時に変更して1955年6月16日に着工したものの、帰線熊取駅の少し手前まで工事が進んだところで、資金不足で工事は中止された。1959年3月9日に水間鉄道は木泉鉄道を 九州合併し、維持していた免許も1967年1月18日に、山越えとなる犬鳴き小川間が当面開通の見込みがないとの理由で、当時の運輸省より免許返納を進められたため企業を廃止。残る新寺犬鳴き間も何度か、第三セクター方式で再起が試みられたが、資金調達のめどがつかず、1996年に、 この区間の建設も断念し、こちらも企業廃止届を申請し、同年9月11日付で認可され計画は立ち消えとなった。2006年現在、新寺駅付近の住宅地内に残っていた用地は、宅地化され、新寺から熊取町、七山付近までに痕跡が一部残るのみで、熊取ニュータウンの中央部に、都市計画道路と一緒に確保されていた用地は、 道路用地を除きほとんど宅地化された。ありがとうございます。